浜ゆっこです。ひでゆくです。今日は三井住友カードゴールド NL についてお話ししますの巻。はい、三井住友カードゴールドは年間100万円を使うと年会費が永年無料になるカードです。ということで、今頑張って100万円を使っている人が結構いるんじゃないかなと思います。そこであと何円使えばいいのか、100万円今すでに達成しているのか確認する方法を今日は紹介したいと思います。やり方は三井住友カードゴールドデスクに電話で確認します。これだけなんですけど少し注意があります。電話する際にカード番号を入力する必要があるので電話前に準備しておいてください。それでは実際に電話しましたのでこちらをご覧ください。お電話ありがとうございます。三井住友カードゴールドデスクでございます。その他のお問い合わせは7をカードの16桁の番号をご入力ください。しばらくお待ちください。4桁の暗証番号がお分かりの方が発信音が流れている間にご入力ください。お分かりにならない場合はそのままお待ちください。オペレーターへおつなぎいたしますのでこのままお待ちください。お待たせいたしました。ゴールドデスクでございます。年間通算利用額の合計を知りたくて、はい、ゴールドナンバーレスカードが、次年度年会費が永久無料になるまでカードをご利用されているかどうかを確認したいとのことでよろしいのでしょうか。はい、そうです。少々お待ちくださいませ。大変お待たせして申し訳ございませんでした。はい、それではですね、確認させていただきましたが、こちらのナンバーレスのゴールドカードを年会費を永年無料にするには残り60万トンで5,793円を対象の、利用の中でご利用いただく必要がございます。といった感じで、あといくら使えばいいかっていうのを教えてもらいます。僕は残念ながらあと60万円使わないと達成はできないんですけど、もしここで達成していたら達成してますよみたいなことを言ってもらえるみたいです。で、ちなみになんですけど、今日キャッシュを使ってトヨタウォレットに結構たくさんチャージしたので、あと少しで達成できるかと思います。達成できたかなと思ったらまた電話して確認したいと思います。あと将来的にもっと簡単に残りの使用金額を確認する方法を今現在対応予定というのを教えてもらいました。今当社の方でもですね、そういった1年間のご利用の総合金額を確認できる機能が欲しいという声は非常に多数のお客様からいただいておりますので、まだ実装の時期に関しましては未定なんですけれども、現在当社の方でもそういった機能は実装できるように前向きに検討させていただいております。ああ、そうなんですね。ポスカードのアプリみたいに進捗が確認できるようになったらいいですよね。三井住友カードゴールド NL でもアプリから進捗が確認できる日を期待したいと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。今のところオペレーターさんに確認するしか方法がないんですね。そうですね、少しめんどくさいですけど、まあそれが確実ですよね。自分で使用金額足し算するよりもオペレーターに電話して確認してもらう方が確かかなと思います。はい、というわけで今回は三井住友カードゴールド NL での修行についてお話ししました。浜ゆっこと秀幸がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。